フアンピエール、フアンドボーン、ピエール、フォアディーボーンピエール、1977年8月14日帯は、アメリカ合衆国、アラバマ州モービル出身の元プロ野球選手、外野手、左投げ左だ。1977年に、アラバマ州で生まれる。フアンというスペイン語圏の名前は、父のお気に入りの選手だったドミニカ共和国出身の、 伝道入り投手フアンマリシャルから取って名付けられた。大学野球の選手だった父の影響で、兄二人と共に野球を始める。都にシアトルマリナーズからのドラフト指名を受けたが、その時は入団しなかった。高校卒業時には、アイオワ州立大学からバスケットボールの奨学金のオファーを受けたが、それを断りに進学。その後南アラバマ大学へ移る。ドラフト十三順目で、 コロラドロッキーズに入団。8月7日にメジャーデビューを果たし、9月6日から9月22日にかけて15試合連続でアンダを放った。新人資格を持つ選手としてはのケント・ハーベックが23試合連続アンダを記録して以来となる長さである。打率310を記録し、新人王の投票数は6位に入った。2は番センターとしてレギュラーに定着し、 ダリズ、327、リッチ・オーリリアに次ぐ、リーグ2位の200にあんだ、113塁打は、球団大記録となった。46盗塁を記録し、ジミー・ロリンズと共に、初のナショナルリーグ盗塁王となった。11月16日、プレストン・ウィルソン及びチャールズ・ジョンソン、パブロ・オズーナ及びビク・ダレンス・ボーグとのトレードで、マイク・ハンプトンとキンセンと共に、フロリダ・マーリンズ、ゲン、 マイアミ・マーリンズへ移籍した。は、全162試合に出場し、球団新記録となる204安打、65盗塁を記録し、2年ぶりに単独で盗類王に輝いた。チームのワールドシリーズ制覇の原動力となる活躍を見せた。2004年には、全162試合をフルイニング出場し、打率、326。 リーグ最多の221アンダー、1 2三塁打を記録した。のシーズン後に、セルジオミトレ、リッキー・ノラスコ、デニエル・ピントラ若手投手との3対1のトレードでシカゴ・カブズに移籍。2月に1年575万ドルで契約。リグレイ・フィールドのよく整備された深めの芝に、打球の勢いが殺され、最初の2ヶ月こそ不審だったものの、 より力強くスイングすることで対処し、徐々に調子を上げていった。最終的に打率、292だったものの、2度目の最多安打、204、ンダ,ーアンダーをマーク。打率3割未満で200安打以上を記録しているのは、バディベル以来、史上2人目である。守備では379の守備機会に対して、切削は例だった。同年9月には、アーロンド・ワンド放出以来、 小中堅守不在に悩まされてきたシカゴホワイトソックスに来季は移籍すると噂が流れたものの結局は実現しなかった同年オフに FA となり11月22日に5年総額4400万ドルでロサンゼルスドジャースに移籍したはリーグ2位の64投塁を記録し史上2人目となる異なる4チームで通算50投塁以上を達成は アンドリュー・ジョーンズ加入のため左翼手へ、コンバートされると見られたが、開幕当初はアンドレ・イーシアーと併用され、ベンチスタートも少なくなかった。ジョーンズが故障者リスト入りした5月以降は、ライトのマット・キンプがセンターのポジションに入り、イーシアーはライトに回ったことで、リフトのレギュラーに定着。ジョーンズと同じく故障者リストに入ったラファエル・ファーカルに変わる。 切り込み体調して活躍していたが、7月に左膝を痛めて先列を離れ、8月に復帰した後は、新加入のマニーラミレスがレトのレギュラーとなったため、センターのザをケンプと争い、再びベンチスタートが多くなった。最終的に40盗塁を記録したものの、規定打席には到達せず、レギュラーに定着した2年目以降では最低の成績に終わった。も 前年後半に引き続いて控え外野手としてスタート。しかし、制裁抑止のマニーラ・ミレスが、薬物規定違反で50試合の出場停止処分を受けると、左翼手のレギュラーに復帰した。は、ドジャースの構想に外れた形で、シカゴホワイトソックスへトレード移籍。序盤は低打率に苦しんだが、6月以降に調子を上げ、最終的に自己最多の68盗塁を記録して、 アメリカンリーグ盗塁王輝く、両リーグでの盗塁王獲得は、ロンルフロアに続いて、史上二人目の快挙であった。ワン27盗塁に終わり、レギュラーに定着した2001年以降では初めて30盗塁に届かなかった。オフに FA となった。1月27日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだが、25人のロースター枠に入り、 開幕をメジャーで迎えた。しかし、フィリーズには、生え抜きのスター選手で、長年1番を打ってき、ジミー・ロリンズがおり、ピエールは2番に入ることが多かった。規定打席には届かなかったが、打率3割をクリアし、投塁成功率も向上させて、健在ぶりを示した。11月17日に、マイアミ・マーリンズと年俸160万ドルの1年契約を結んだ。 以来8シーズンぶりのフルス復帰となる。10月31日に FA となったは、所属球団がなく2月27日に正式に引退を表明する。通算盗塁数はメジャー歴代で19位を誇る。2012年までのキャリア13年間での通算盗塁数は591個、シーズン平均で約45.5個と両リーグ通じて メジャートップの盗塁数を記録している。2005年から2007年にかけては3連連続で50盗塁以上を残したが、盗塁王のタイトルはいずれもホセレエースに奪われた。また、盗塁士の数も多く、シーズン最多盗塁士を7回記録している。打撃面では足の速さを生かして安打を量産する。セーフティーバントや内野安打の数も非常に多く、 2001年からの通算ライアンダ数は、一郎に次いで、MLB 全選手中2位である。セーフティーバントは2007年まで5年連続で1位で、通算で335回試み140回、成功している2007年まで。三振の少なさも際立っており、平均すると16.7打席に1回しか、三振しない。プラシド・ポランコや、ジョー・マウアーを上回り、現役メジャーリーガーでは、 トップの水準を誇る。故障がほとんどなく、2003年から5年連続で全試合出場を続ける。2007年6月22日に、ミゲルテ・ハダの連続試合出場が途切れたため、2007年シーズン終了時点で434試合連続と、現役選手では最も続試合出場が長い選手になった。しかし、2008年は、 リフトのレギュラーの座をアンドレイ・ーシアーと争い、開幕戦でスタメン落ちしてそのまま出番が回ってこなかったため、連続出場記録が途切れた。尊敬する選手として、トニー・グビン、ケニー・ロフトンの名を挙げている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。